ハードロックのように熱いブルース、アグレッシブであり渋さもエモさも合わせ持つ、そんなゲイリー・ムーアのフレーズを研究していきましょう。皆様こんにちは、ギターソロフレーズ研究会へようこそ。研究会会長の豊川裕也です。今日はですね、北アイルランドの灼熱のギタリストゲイリー・ムーアやります。イエイ。非常に魅力的なギタリストですね。特に最高の名盤と言われるスティル・ガット・ザ・ブルーズではジョージ・ハリスンやアルバート・キングなど名だたる神々と共演し、伝説に残る凄まじい名演を披露しました。本当に衝撃的なブルースアルバムの誕生でしたね。ゲイリー・ムーアのスタイルはハードロックの激しさをベースにブルースの情緒的なプレイやフュージョンのおしゃれな要素などを取り入れており、本当に熱いスタイル。そして何と言ってもですね、左手のニュアンス表現がマジですごい。早いフレーズの中で様々なニュアンス表現を素早く正確に入れていくサウンドはゲイリー・ムーアの職人魂を感じますね。今回紹介するフレーズを練習すると、この素早く正確な左手の表現力が爆裂レベルアップすること間違いなしです。今回もぜひ一緒に研究していきましょう。この研究会は有名ギタリストのギターソロのフレーズを研究して普段のプレイに取り入れていこうという目的で活動しております。皆様ぜひチャンネル登録をして研究員になっていただき、僕と一緒によりレベルの高いギタリストを目指していきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。まずはじめにこの企画の動画の使い方を説明します。もうすでに知っているという方は概要欄目次からフレーズ1に飛んじゃってください。この企画で紹介するフレーズはギターソロを作るときやアドリブを弾くときのアイデアとして使えるものですので、好きな部分を細かく切り取って覚えたり、覚えたフレーズをそのまま平行移動してキーを変えてみたり、いろいろ工夫をしてプレイスタイルに取り入れてみてください。テンポは原曲のテンポで弾けなくても、ゆっくりでも全然 OK です。指の動きと仕組みを覚えたら、あとは何度も繰り返して弾いて手に染み込ませていけば、少しずつ自分のプレイに活かせるようになってきます。難しいフレーズもテンポを落として、少しずつトライしていってみてください。では、一発目のフレーズ、いきます。フォーカバーの中から Reach for the Sky、 超かっこいいギターイントロを丸々紹介します。ハードロック色の強いアルバムですね。ハードロックやヘビーメタルの激しさがありながら、メロディーがすごく美しいので聴きやすい曲が多いです。ゲイリー自身が非常に整った綺麗なギターを弾くのもあり、ハードロック初心者の方にも聴きやすい一枚になっていますね。それでは解説していきます。それではまず使うスケールから解説をしていこうと思います。この曲は C シャープマイナーのキーですね。本来は半音下げで弾きそうなキーですが、ライブ映像を見る限りレギュラーチューニングで弾いていますね。使うペンタトニックはまず C シャープマイナーペンタトニックのメインブロックですね。毎度おなじみ、この世で一番使われているペンタトニックブロック。そしてこのメインブロックを中心に指板状を大きく斜め横断するタイプのペンタトニック、この斜め横断タイプのペンタトニックの3弦から上のこの部分ですね。ここを使って弾いていきます。そしてこのイントロフレーズで注目してほしいポイントなんですが、一つ一つのフレーズのつなぎや終わりの部分、この音の締め方ですね。実はこの音の締めの部分って非常に重要な部分なんですが、実際に弾くメロディー部分に比べるとあまり注目されづらい部分なんですよね。この一つ一つの音の締め方によーく注目しながら弾いてみてください。まず最初のフレーズ、最初の彫金が2連発で上げるんですが、2発目はビブラートね。このビブラートはマックスまで上げた後、時間差で揺らします。こういう感じですね。そしたら3連のフレーズ、この最後はですね、人差し指の彫金、結構きついですが気合で上げましょう。うおー。そしてもし人差し指1本で上げるのが辛いという場合は、手前のチョーキングを小指薬指で上げてから、中指人差し指で
このチョーキングを上げましょう。で、上げた後すぐにこういうニュアンスのグリッサンド。アップストロークでブラッシングから、ドゥーンとグリッサンド。これ非常にかっこいいですよね。ポイントは弦を一本ずつ引っ掛けるようにアップストロークをする感じですね。ゆっくりやるとこういう感じ。覚えておくと非常に便利なテクニックです。次いきます。ここからはペンタトニックのメインブロックを使います。まずはこういう動き。ここはですね、この9フレットの音を一度スライドダウンをしてから、また12フレットをチョーキング。このスライドダウンからのチョーキング、なかなか早い動きなのですが、美味しいので必ず入れていきましょう。で、次ですね、ペンタトニックの早い加工。この早い3連の加工フレーズ非常にかっこいいですね。これすべて3連後の止まる音符に秘密があり、まず最初は3連からのチョーキング。次はビブラート。最後はスライドダウン。という風にですね、一つずつニュアンスを変えて弾いてるんですよね。ゲイリーの細かいこだわりが見られる素晴らしいシーンですね。最後のスライドはですね、特にゆっくり長めに下ろしていきましょう。こういう感じですね。ちなみにここのピッキングですが、都度アップピッキングからスタートして、アップダウンプリングダウン、アップダウンプリングダウンという風にですね、アウトサイドピッキングを使って弾くのが一番弾きやすいです。弦移動の時にその都度外側から内側に挟み込んでいくタイプのピッキングですね。早いピッキングはこれを使うことでスムーズに弾きやすくなります。次はチョップを思いっきり入れたチョーキング。ここは1音半チョーキングですね。17フレットの音になるまで上げます。若干ゆっくりめに上げて、上げ切ったら揺らしましょう。そしたら3連のフレーズですね。ここも早いチョーキング入ってきますね。こことここのクォーター、非常にいい味が出ますね。特にここのクォーターチョーキングはブルースで非常に多いニュアンス表現ですね。フレーズに簡単にブルースのフレーバーを追加してくれる味の素のような大変便利なものです。ぜひ覚えておきましょう。最後の音はまたスライドダウンですね。ここはですね、ささっとスライドを入れると味気ないので、一瞬止めてからゆっくり下げます。最後はこういう伸びやかなフレーズ。バックのアンサンブルもロングトーンになっていて、この締めのフレーズが大変心地いいですね。このチョーキングは先ほどと違って1音チョーキング、ゆっくり上げていくタイプのものですね。じっくり粘り強く上げましょう。で、1弦に行ったら2弦しっかりビブラート、伸ばしたら最後スライドダウンをしていきましょう。はい、いかがでしょうか。シンプルなペンタトニックの使い方が学べるフレーズですが、こういう風に一つ一つのニュアンスの使い分けが非常に勉強になるフレーズですね。特にフレーズのつなぎや締め方の部分のニュアンス表現、どれもゲイリーの職人技を感じますよね。それではこのフレーズを練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひご活用くださいませ。いきます。それではですね、2フレーズ目いきましょう。一度弾いてみます。はい、いかがでしょう。超トリッキーな高速チョーキングフレーズ、最高ですよね。ゲイリー・ブーア史上最強至高のアルバム Still Got The Blues の中から The Kind of Woman、 アウトロのギターソロのフレーズです。ホーンセクションが大変おしゃれでファンキーなナンバーですね。そしてこの曲はなんとですね、あのビートルズの神ジョージ・ハリスンがスライドギター、バッキングギター、バッキングコーラスで参加をしています。やばすぎる共演作ですよね。では解説していきます。はい、ではまず使うスケールですね。 E マイナーペンタトニックのメインブロック、
さらにこれを中心とした斜め横断タイプ。この斜め横断タイプの3弦より上の部分のブロックを使って弾いていっています。先ほどのリーチフォーザスカイと全く同じですね。さらにこれに一部1弦14フレットの9スノート、これが入ってきますね。まず入りはこういう動き、スタッカート、短めに音を切りながら弾いていきます。で、チョーキング2発、ここもまた人差し指チョーキング出てきますね。ゲイリー・ムーアの得意技ですね。これもきつければ中指人差し指とかで上げてみてください。そしたら次ですね、16分音符の高速チョーキングのフレーズ。これ超絶かっこいいですよね。トリッキーなランフレーズから素早いチョーキングを混ぜたペンタトニックのフレーズ。これあまりにもトリッキーな動きで耳コピをするの非常に苦労した部分です。まずよくあるペンタトニックの動きから。で、プリングを入れたランフレーズを弾いていきます。途中ナインスを入れながら弾いていきますね。で、次ですね。非常に複雑な動きですね。ゆっくり弾いてみます。まずチョーキングを使った異弦同音を繰り返す動きですね。で、3弦に行ったらハーフチョーキングを混ぜながら素早いチョーキングフレーズ。このハーフチョーキングで入る半音階、これは軽化音でよく使うブルーノートですね。これも簡単にブルースのフレーバーを加えることができるウェイバーのような大変便利な音。これをハーフチョーキングでこことここの音の間に挟んでるのが大変ハイセンスですね。で、次ですね。ここまで弾いたらこのクォーターチョーキングはほとんどハーフチョーキングぐらい引っ張っています。メジャーサードの音をここ一瞬入れて明るいサウンドにしてるようなイメージですね。で、一旦ここでフレーズが終わりかと思いきや、締めのこれ。これがまた非常にかっこいいですよね。この一連のチョーキングコンビネーションからのとどめのフィニッシュブローといった感じです。ノックアウトされちゃいますね。で、最後のこの締めの部分なんですが、普通のピッキングでこう弾くと、感じが出ないですね。スイープとプリングを使い、弱めのニュアンスでこう弾きます。これフレーズの締めに非常に使えるテクニックで、まとまったフレーズを弾いた後で一旦伸ばしてからスタートすると、非常にブルージーでかっこいいですよね。同じように4弦スタートでこういう風に弾いてもいいですね。それではですね、このフレーズを練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひ練習にご活用くださいませ。いきます。という感じでいかがでしょうか。ゲイリー・ムーアのフレーズ本当にかっこいいですよね。なんといっても素早い動きの中での左手のニュアンス表現が非常に重要になってくるものが多く、フレーズを練習するだけで左手が猛烈に鍛えられますね。後半はですね、早弾きフレーズも紹介していこうと思います。そして心が燃えるあの名曲も。それではですね、本日も気合を入れてやっていきましょうか。今日はペプシの生コーラで気合を入れてみました。これ風味が強くてなかなか効きますね。それでは3フレーズ目いきます。
感じで3フレーズ目は早弾きフレーズですね。これも Still Got the Blues の中からキングオブブルース。この曲はブルースの三大キングの一人であるアルバートキングのことを歌った曲ですね。ギターソロもアルバートキングをイメージしたショーキングを使いこなし伸びやかに弾く最高に歌心あふれるブルースギターソロなんですが、今回はあえて早弾きの部分を持ってきました。ゲイリー風のペンタトニックの使い方が詰まった素晴らしいフレーズです。では解説していきます。はい、この曲のキーはまず C シャープマイナー。これも半音下げでやることが多いキーですが、ライブを見る感じではレギュラーチューニングで弾いていますね。使うペンタトニックはまず C シャープマイナーペンタトニックのメインブロックですね。そしてまたまた登場しますこの斜め横断タイプのペンタトニック。この斜め横断タイプの5弦6弦低弦部分ですね。この部分のブロックを使っていきます。まずブルース定番のフレーズですね。チョーキングのスピードこだわっていきましょう。最初は普通のスピードのチョーキングから入ったら、次の2弦チョーキングはゆっくりじっくり上げるタイプ。1弦9フレットに移るまで時間をかけてじっくりじらすように上げます。そして下降の部分、ここは一瞬ハーフチョーキング、先ほどの曲でも出てきたブルーノートへの速いチョーキングですね。こういうフレーズをチョーキングを入れてこういう風に弾いています。ちなみに以前こちらの動画で取り上げたロベン・フォードはこういう風に素早いスライドでブルーノートを入れることが多かったですが、ゲイリーは素早いチョーキングで行くことが多いですね。この辺の違いが面白いですね。そしてこのチョーキングを使うとですね、右手と左手のタイミングが狂いやすいので、ゆっくりからしっかりタイミングを合わせて練習をしてみてください。最後の音は素早くスライドダウン。そしたら次は早弾きフレーズ。これマジでかっこいいですよね。ブルーノートを入れるタイミングや6連から32分音符へのチェンジアップなど本当に最高です。動きを覚えたら普段使いしやすいので、ぜひこのフレーズ練習して引き出しに入れておきましょう。しかしふわりが非常にわかりづらいので一拍ずつ切って弾いてみます。ちなみにですね、フルピッキングで弾くより所々プリングを入れて弾いた方がいいサウンドになりますね。まずチョーキングから3連の1拍目、このチョーキング後1弦アップで弾いた方がアウトサイドピッキングになるので綺麗につなぎやすいです。2拍目、ここは3弦ダウン2弦アップでアウトサイドピッキングで弾きます。で最後はプリングを挟むとつながりが綺麗になりますね。3拍目、最初の音本来はプリングの音なのでピッキングしませんが、練習の時はアップからスタートをして4弦ダウン3弦アップでアウトサイドピッキングで弾きます。で最後はですね、ここもプリングで繋いだ方が次が綺麗に弾きやすいですね。で、チェンジアップしてからの4拍目。ここも最初の音プリングで繋いでいるので本来はピッキングしませんが、練習の時はアップからスタートをしてアウトサイドピッキングにしましょう。この後はスライドとトリルで繋いでいます。まずはそれぞれを切り取って練習して、それぞれの拍の頭の音をですね、しっかり覚えていきましょう。の練習は今みたいに必ずメトロノームを使い、最初は確実に弾けるゆっくりのテンポから、慣れてきたらギリギリ弾ける速いテンポで練習、その後はですね、確実に綺麗に弾ける遅いテンポとギリギリ指が間に合う速いテンポを両方とも練習をしましょう。この時にアラームを5分に設定して、アラームが鳴るまで一つのパターンを止めずに延々と練習するのが大切です。最初指かなり疲れると思いますが、このトレーニングによってフレーズを弾くための必要な筋肉が鍛えられてくるので速いスピードで弾けるようになります。次に2パーツずつくっつけてみます。ここまでできてきたらふわりの理解と動きも覚えてきてると思いますので、最終的に全部くっつけて弾いてみましょう。こんな感じで出来上がります。これ早弾きのパターンとして持っておくと非常に使いやすいフレーズなので、ぜひ根気強く練習して習得してみてください。普段使いするときは丸ごと使うのもありなんですが、例えば前半の部分だけを切って使ったり、後半の32分音符だけを切り取って使ったり、
にですね、美味しい部分を切り取って使うと大変便利ですね。さて、次ですね、こういうフレーズです。斜め横断タイプのペンタトニックを綺麗に使ってますね。早弾き後の着地音、ここはしっかりビブラート。そしたらスライドとダブルストップを使った超かっこいい上昇フレーズですね。そしてまた人差し指チョーキング、ゲイリーの得意技ですね。3弦なので比較的上げやすいと思います。で、ここなんですが、3つ目の音はクォーターチョーキング。このあたりのチョーキングの使い分けやばいっすよね。心地よすぎるサウンド。最後はチャカッとブラッシングを入れたら大きくスライドをして、1弦を思いっきりギュイーンと上げましょう。ちなみにここはですね、 C シャープマイナーペンタトニックのハイポジションにあるセカンドブロックの形です。このブロックですね、メインブロックからこのセカンドブロックに素早いスライドでギュンと上がっていっています。この動きはさらに秘密があって、ここと、ここと、最後のこの音、全部 C シャープの音なんですよね。これを2オクターブにわたって繋いでいっていますね。非常にスリリング。それではですね、このフレーズを練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひご活用くださいませ。いきます。はい、いよいよ最後の曲ですね。最後はもうあの曲しかないでしょう。ゲイリー・ムーアの魂の方向とも言うべき名演。僕も心を燃やして演奏してみます。ついに登場しましたね、最強の名曲、魂の方向、ホローのハードロックブルース、スティール・ザ・ザ・ブルース。超パワフルなギターサウンドが魅力的な曲ですね。聴いてるとですね、ギタリスト魂が燃え上がるのを感じますよね。皆さんもぜひ心を燃やしてコピーしていきましょう。解説していきます。まずコード進行が非常に美しいですよね。これはですね、ジャズスタンダードのフライミートゥーザムーンなどにも見られる5度進行というやつですね。例えばこういう風に弾くと、ジャズサウンドになりますよね。これをですね、8分の12拍子で、こういう風に渋く弾いています。この上で Am ペンタトニックを使って激しくエモーショナルに大暴れしていますね。まず Am ペンタトニックの超ハイポジションにあるメインブロックですね。そしてこれの周りにある斜め横断タイプ、マックスハイトーンまで使う超ハイポジションですね。これに1弦19フレットのナインスの音を入れて弾いていきます。まず冒頭のチョーキング部分、ここ四分音符なんですが、このリズムパターン内では2拍3連のようなイメージで弾いていますね。タウタウタウタタタというリズム。チョーキングはですね、素早く上げてゆっくり下ろすタイプ、これを繰り返します。で、最後ここは下ろしたら思いっきり大きい波のビブラート。そして次はですね、チョーキングからのペンタトニック早弾きですね。この緩急がたまらんっすよね。ゆっくり伸びやかに弾いてると思ったら、いきなり雷のようなスピードでフレーズをぶち込む。この凄まじい緩急の付け方が、この曲の演奏の素晴らしいところですね。蝶のように舞い、蜂のように刺すというやつでしょうか。違うか。ここのまず入りのチョーキング。ここは往復するチョップを使い、とにかくノイジーに。
例えばアップの時はあえて開放弦を鳴らして、ダウンの時に一斉にミュートをしてチョーキングという方法もありですね。この手のノイジーなチョップはこの曲の中でたびたび使っています。めちゃくちゃワイルドですね。最初は16分音符、後半は32分音符。この32分音符はですね、8分の12のタッ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 タの1拍につき4つ弾きます。タタ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 、こういう感じですね。で、実際に弾くときはリズムにぴったり合わせるより若干走り気味で弾いて、最後に辻褄を合わせるように弾いた方がスピード感出ますね。僕はデモ演奏時きっちり32分で弾いたので、原曲の雷のようなスピード感は出ませんでしたね。気持ち音符を速くしてもいいと思います。最後の3音はですね、ぶっ飛ばしたリズムの辻褄合わせのように弾きます。なのでそこまできっちりリズム気にしなくていいと思います。なんとなくこんな感じでいいです。じゃあ32分音符のところのピッキングは、その都度アップからスタートをして、アップダウンプリングダウンで、また2弦アップからスタートしてアップダウンプリングダウンで、3弦からアップダウンアップ、こういう風にですね、全部アウトサイドピッキングで繋いでいます。このピッキングで練習した方が早いテンポで弾きやすいですね。最後はスライドからのプリングで弾いたら、ここも6弦ダウンで5弦アップ、これで全てアウトサイドピッキングで繋ぐことができます。このフレーズの秘密はですね、同じ音の並びをオクターブ違いで連続で入れてるところですね。この音の羅列をオクターブ違いで連続で入れています。これ早弾きフレーズじゃなくてもいいので、同じ動きをオクターブで連続で出す発想をいろいろ試してみてください。こんな感じですね。最後はですね、また伸びやかな流れに戻って、こう弾いています。下ろすタイプのチョーキングですね。リズム少し分かりづらいですよね。まず不定四分音符ですね、3拍分なので、タンンタンンと弾きましょう。で、次は不定8分なので、タンウタウンタンタンというリズムで弾いています。タンウタウンタンタン、まあ一応こういうリズムなんですが、そこまできっちり弾く必要はないと思っています。で、次のこの動き、これリズムめちゃくちゃ分かりづらいですよね。一応ですね、うたたたたたというリズムなんですが、まあ、そこまできっちり弾こうとせず、なんとなくこんな感じのタイミングでいいと思います。うたたたたた、最後のチョーキングですね、ここもノイジーな往復チョップを入れたチョーキングですね。バリバリっと思いっきりアップダウンをしてチョーキングで、ここ気持ち的には揺らしたくなりますが、原曲ここ揺らしてないんですよね。これもいい味になってますね。で、一番最後はテーマのメロディーに戻って終わりです。はい、という感じでソロの終わりの部分のフレーズを紹介しましたが、この曲名フレーズすっごく多いので、ゲイリームーは第2弾をやる機会があればまた取り上げようと思います。ではこのフレーズをですね、練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひご活用くださいませ。いきます。ゲイリームーアのフレーズ研究いかがでしょう。激しく荒々しいフレーズの中にとても繊細な職人魂が同居してて、非常にかっこいいですよね。ニュアンスも表現の仕方もバリエーションが豊富。僕自身動画を撮ってみて非常に勉強になりました。個人的にスティルガッツ・ザ・ブルースのあの独特の雰囲気はなかなか出せなくて、かなり苦労しましたね。今はこれが精一杯という感じで、この研究会では他にも様々な有名ギタリストのギターソロフレーズを研究していきたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録をして研究員になっていただき、僕と一緒によりレベルの高いギタリストを目指していきましょう。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。また Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。